ス15人のチャレンジャー6人目ですね、はいはい、こんなはずじゃなかったんですけど、かろうじて3勝2敗でどうにか勝ち越してるっていう段階でまた強敵が昭和ですね。なんかね、あの熊野いずれって楽だったんですけど、絶不調でも勝ててたんですけど、今日は並ばれてしまう、ね、プレッシャーかけない。今のど飴2個ですよね。1勝2勝ですからね。のるみ先生が勝つと、うん、絵本1冊頑張ります。私が勝つとのど飴3個になる。はい、うん、あ、こう絵本1冊がなくなるんですね。なくなる、はい、今2敗してるから今絵本10冊です、うん、はい、で今は、のど飴2個なので、はい、はい、のるみ先生勝ったら3個。いや、子供たちのために。子供たち、はい、はい、私は自分の懐の、はい、はい、宣告をどうしますか。じゃ先に宣告、先でいいです。はい、じゃあ出資して、はい、緊張しちゃう、緊張します。大体ずるいよね。パートさんまで借り出してるっていうのがね。メンバー見た時、山下先生とボビネスが入ってるとか、これはちょっと予定外だって強敵が出てきたな。いやいやいや、やる人ですからね。いやいや、仕事もできる剣だもん。プレッシャーかけられた。これしか方法がないので。あ、どうしよう、緊張しちゃう、はい、ちょっと慣れない剣なので言い訳をしない。本当はあれ試合前の練習禁止してたんですけど。あ、そうですか、うん、だけどなんか飲み先生してたので。すいません、バッチリだ。ちょっとだけ2、3回かけます。はい、頑張ります。2、3回かけます。はい、やります。はい、いきます。一回ほうほうする。あー、入った。なぜ本番に強い、ね、よし、頑張ります。あ、2回取ってる福士がね、勝つことしてますけど。みんな頑張ります。福士負けたきついな。いきます。来た、来ました。あ、そう、一回入れちゃうともう私やらないで。え、そうですか。のるみ先生の勝ちが決まります。あ、見せ場を作る。あ、でも緊張しちゃう。こういうの弱いですね。あれ、一応見せ場作るんですね。もう3回、悔しい。3回入れなきゃならないですよ、私。悔しい、ね、はい、1回も外せません。続いてますので、ね、あの金曜日に創立記念日、金土日ってで3連休いただいてたんですけど、けん玉の練習サボってますね。あ、いいわけですか。今あのずっとあのネットフリックスでキングダムのアニメ見てますね。よっしゃ。悔しい、すごい悔しいです。
になりましたということで、私が今勝ったんですよね。ってことは、4勝2敗。これ1個めくりすぎた。大丈夫なんだよね。だから今4勝2敗なので4勝してるんだ。ってことは今絵本1冊ですね。あと私が転廃すれば絵本1冊で、のど飴2個は確定されているということで、いやーまた丸、もうすげえ汗かいてもう汗かいてません？かいてますよ今日これ朝一なんですよ、仕事前に。そうですね、これ仕事前にすごいなんか思ってしまう。1日仕事終わっちゃうぐらい緊張してます。罰ゲームしてますね。はい、私の方が見たいですか？見たいです、それはそうです。はい、福祉アップアップ。あ、そう、そう見られるもんじゃないですよ。鬼木先生の変顔ですよ。そう、はい、じゃあ授業会話でもっと引いてくださいそれはもうアップでいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。よし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 。もうね、私ね、絶対のぬみ先生強敵だと思って、ここ激化したのは大きいですね。悔しい、悔しいです。はい、はい、悔しい、じゃあ悔しい気分を引きずらないようにして。あ、そうですね、はい、切り替えます切り替えてください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、また明日。